まずはその序盤となりました第1クォーターは山口大学が今のところ主導権を取ったという形で見させていただいてよろしいでしょうか。はい、点数、13点入れてますのでね、はい、主導権は今山口大学ですけども、はい、まあ、まだまだ双方にチャンスがあると思いますし、はい、どう言ったでしょうかね、やっぱりこう雨の影響もあろうかと思いますけども、はい、ボールコントロール、ボールセキュリティの面で、ミスが多く出た方が不利になるでしょうね。だからインターセプトもおそらくボールをうまくグリップできてなくて、はい、コントロールされてなかったり、はい、一度ファンブルですね、ランプレーでボールをこぼしてしまったりというのも、満島さんのご指摘の通り、雨にひょっとしたらボールが濡れてて、はい、保持できなかった、しにくかったとかね、そういうふうないろんな条件が絡んでくると思いますので、はい、そのあたりをそれぞれのチームが修正しながら、はい、次のクォーター、そしてまたねこれからの試合展開を注目したいと思います。はい、ありがとうございます。さあ非常にそういう意味では波乱が含んだ序盤戦でもあったと思います。さあ攻守方向変え第2クォーターに入ります。さあビッグプレーが出ました。インターセプト、ターンオーバー。まさに浜田様がご指摘したそのボールセキュリティがまず最初のこのシリーズでも現れる形になりました。山口大学が投じましたパスを山口東京理科大学30番ですね、見事インターセプトしまして攻撃権を奪還し攻守交代となっています。山口東京理科大学の攻撃に変わります。村上選手のインターセプトは、はい、本当にいいキャッチでしたね。そうですね、はい、飛びつくような本当に難しいキャッチを見事に決めた素晴らしいインターセプトでした。さあ攻撃権を文字通り奪い取りました山口東京理科大学の攻撃になります。自陣39ヤードからのファーストアンテ。パス成功。まずパスから入ります。左に展開した99番にパス、すかさず山口大学がタックルしましたがこれを見事確保しまして5ヤードゲインとしています。非常に厳しいキャッチでしたがこれは見事決めましたな。山口東京理科大学の99番脇坂。さあこれにより5ヤード前進になっています山口東京理科大学。ボールオンは自陣44ヤードからのセカンドダウン5。ランニングバックに選択からピッチしまして右奥をつきました8番。タックルを受けながらそれを振りほどいて一気に独走し大きくゲイン。山口東京理科大学ファースト。今度は8番加納谷の素晴らしいランで一気に相手陣26ヤードまで攻め上がっております。ここでホイッスル。タイムアウト、山口東京理科。前半1回目です。ここで山口東京理科大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはここで山口東京理科大学このチャンス生かさんと作戦タイムを取りました。インターセプトから山口東京理科大素晴らしい攻撃を展開していますね。はい、今のオプションプレーなんかも、はい、ピッチのタイミング非常に良かったですし、はい、その後の、ブロッカーを利用したランが、ね、よく通りましたね、はい、このようにずっと山口東京理科大学も敵陣に攻め込むチャンスが多いんですけども、はい、ここからですね、はい、ボールセキュリティ、ボールを保持することをしっかりと心がけて、はい、そして確実なプレー、今まで試合の中で自信を持って通せるプレー、はい、そういったところでぜひここは1つタッチダウンを取って挽回したいところですよね、はい、このチャンスをなんとか生かしたいところです。さあ相手陣26ヤードに入ってからの山口東京理科大学の攻撃になります。山口東京理科大学ファーストアンテ。
ました。今度はパスに見せかけクォーターバックドロー。クォーターバックが自ら遅いタイミングでパスをフェイクにして中央のランプレーを敢行しました。相手の裏をつくカウンターが決まりまして24番約6ヤードのゲインを果たしています。見事に QB ドローを決めましたのは山口東京理科大学24番の朝比奈でした。機械工学部出身の4回生です。山口東京理科大学相手陣20ヤードからのセカンドダウン4。パス不成功、パス不成功の判定です。今度は先ほどから好調な中央へのパスを敢行しました。10番なんとかキャッチ戦というところでしたがわずかにパスをホールドすることができずパス不成功の判定になりました。さあしかし非常にいい位置が続いております。山口東京理科大学相手陣20ヤードからのサーダウン4。ここで再び中央をつくパスを投じました。10番なんとかこれをキャッチ戦というところでしたがディフェンスのカバープレッシャーありましたがパス不成功となっています。山口東京理科大学フォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃のチャンスという形になりますが山口東京理科大学果たしてこの1回の攻撃もどのように行使するでしょう。エンドゾーンまで20ヤードを切ってからの攻撃の確実性を上げたいところですよね。そうですね。このディフェンスが非常にエリアが狭くなった状況ですがさあフォースダウンプレーを敢行します。フォースダウンギャンブル。さあパス通ったギャンブル成功ファースダウン。ここでパスプレーにより突破はまりました。ディフェンスカバーありましたが10番これをキャッチしまして見事に攻撃権更新果たしております。山口東京理科大学ファースター。第3ダウンの攻撃では一気にタッチダウンを狙ったんですけども、はい、今の攻撃はファーストダウンを狙う短いパス確実なプレーできましたね。良、はい、かったと思います。はい、ぜひこのチャンスを生かしてほしいですね。そうですね。この大城のキャッチが実りたいところではあります。ボールオンは相手陣14ヤードから山口東京理科大学ファースター。不成功。ここで左オープン駆け上がりましたワイドレシーバー99番にパスを投じました。ワンフェイク入りましてディフェンスを振り切ってのパスなんとかキャッチ戦とジャンピングキャッチ試みましたがしかしそのパスキャッチ確保できずパス不成功となっています。しかし非常に惜しいプレーでした。さあ勢いに乗っております。山口東京理科大学相手陣14ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバック24番逆方向にランニングバックをトス走ったランニングバックにトスすると見せかけカウンターの右オープンへのランプレー。相手のディフェンスの裏を突くように約5ヤードから4ヤードのゲインを果たしております。さあこれによりサードダウン6の状況に変わりました。ゴール前エンドゾーンまで残り10ヤードといったところでしょうか。さあこの距離を詰めエンドゾーンにたどり着くでしょうか東京理科大学。ここでスナップ乱れました。クォーターバックなんとか確保し自らキープによって突破図らんというところでしたがしかしエンドゾーンには届かずフォースダウンに変わります。山口東京理科大学
ゴール前7ヤードでフォースダウン4。さあフォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。このキック決まりまして3点獲得です。山口東京理科学、ここで52番が見事にフィールドゴールを決めまして3点獲得し、まず反撃ののろしとなるフィールドゴールを決めるに至りました。山口東京理科学3点、山口大学13点と変わっております。記録的には今のは26ヤードのフィールドゴール成功というふうになります。はい。フィールドゴールは、ボールが置かれた位置、キックする位置ですね、はい。そこから、ゴールポストまでの距離を記録となりますけども、はいはい、見事な、キックで3点、はい、よかったと思います。はい、10点差ですんでね、はい、まだ2回の攻撃権がないと、ひっくり返したりすることはできませんけども、はい、まだまだチャンスあると思いますのでね、はい、それで山口大学は今ずっと押され気味ですけども、しっかりとボールをキープするということを心がけて、また自分たちのペースのフットボールができたらいいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。さあここでまず山口東京理科大学は反撃になりました。今度はそれに対する返す刀で山口大学のリターンに入ります。しかしそれは差し引きと山口東京理科大学もキックオフ非常に工夫をかけてくるでしょうか。山口東京理科大学キックオフ、さあリターンに入った、左に展開する、さあ振り戻りだ、ブロッカーを生かすように左オープンに展開し、88番自陣40ヤードを超えたところからの攻撃を得ます。攻撃は山口大学に変わります。山口大学自陣42ヤードからの非常にいい位置からの攻撃に入ります。山口大学ファースト、さあまずはランプレーです。ラニバック88番にハンドオフしまして右オープン展開、88番相手のディフェンスを伺うようなデイライトランで右オープン展開し約5ヤードのゲインを果たしています。巧みなランを決めましたのは山口大学88番の小山でした。山口大学セカンドダウン5、ボールオンは自陣47ヤード、今度はクォーターバック10番のキープレー、これを山口東京理科大もタックルしまして残り1ヤードという状況で阻止しております。山口大学サードに変わります。山口大学サード残り1ヤード、ボールオンは相手陣49ヤード、山口大学ファーサー、ここで山口大学はパワータイプのフルバックにハンドオフしまして中央突破を敢行、見事その期待に応えまして攻撃権更新としています。山口大学ファーサー、山口大学着実なランプレーを重ねまして状況を徐々に押し上げていっております。山口大学相手陣44ヤードからのファーストアンテン、さあ今度はカウンターを入れました。一旦逆方向にランニングバックを飛び込ませその裏を突く反対側にテールバックにハンドオフしまして左オフタックル付近をついて約9ヤードのゲインとしています。
山口大学は多彩なランプレーを駆使して状況を徐々に前へ進めていっております。山口大学相手陣35ヤードからセカンドを残り1ヤード、パス成功、ファースター。この1ヤード裏を突くようにワイドレシーバー7番にパス、内側に切れ込んでディフェンスの隙間を突くように7番これをキャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、今度は7番の山根のパスで攻撃権更新となりました。さあ非常に短いランやパスを組み合わせまして徐々に徐々にしかし着実に攻撃を進めております。山口大学ボールオン相手陣28ヤードからのファーストアウト、しかしここで山口東京理科大ナイスディフェンス、ここでランニング枠88番に右オープン展開を図らせましたがこれを山口東京理科大学21番が素晴らしいタックルを決めまして、このプレーを阻止しております。さあこのプレーは止めまして山口大学はセカンドダウン10の状況に変わります。インターセプト、ターンオーバー、ここで山口大学はパスプレーによって状況を打開を図りました。しかしこのパスを交錯する攻守の中でジャングルしたボールを取りまして、山口東京理科大学20番が取りましてインターセプト、攻守交代となりました。ターンオーバーにより山口東京理科大学の攻撃に変わります。チームタイムアウト、山口東京理科大学前半2回目です。ここで山口東京理科大学が前半2回目のタイムアウトを取りました。浜田さん非常に見応えある攻防戦でしたね。あのランプレーが非常に巧みに積み重ねられまして山口大学は前進を積み重ねておりましてその裏を突くようにパスを投じたその一瞬の隙を山口東京理科大学が取ったという格好で非常に見応えある攻防に感じましたが浜田さんはどのようにご覧いただきましたでしょうか。はい、ただあの山口東京理科大学の、はい、パスディフェンスは、はい、やっぱかなりあのレシーバーにしっかりとね、マークしてついてますんでね、はい、そのあたりの、見極めがちょっとクォーターバックの判断がねちょっとできなかったのかなというふうな印象を持ちました。あ、なるほど、逆に山口東京理科大学はそのパスが来るのを待っていたということですね。待っていたというか、まあ、呼んで、はい、うまくコースをしっかりとこう阻止してたというかね。あ、なるほど、はい、で、弾いた後のボールの処理が良かったですよね、今もね。あ、同じようなインターセプトは先にもありましたけどもね、はい、しっかりとボールに集中してますよね。はい、立ち位置は中四国の一部二部という形にはなっておりますがしかし両チームとも見応えある戦いを演じております。ここでクォーターバック24番はパスを投じようと構えておりました。しかしターゲットを探す間に山口大学ディフェンスに殺到しましてキュービーサークパスを投じる間に仕留めました。結果的に約6ヤードから7ヤードのロスを奪っております。これは大きなプレーになりました。さあ山口東京理科大学下がりましてセカンドダウン17の状況に変わっています。パスはしかしパスは通っております。ここでパスプレーにより状況打開図らんというところでしたがここでホイッスルが鳴っています。
前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終えまして山口大学ギャンブラーズ13点、山口東京理科大学ボールパイソンズ3点という形で前半戦終了となっております。しかしこの得点差では、語れないほどの素晴らしい密度のある前半戦の攻防となりました。浜田さんは前半戦ご覧いただいてどのような感想をお持ちでいらっしゃいますか。はい、双方にね、チャンスが訪れている、はい、要するに力は互角だなというふうに思っています。はい、でやっぱりちょっと天候の、なんて言いますか、条件もありますのでね、はい、それの対策というか、心構えというか、はい、そのあたりで自分たちのこう、プレーのミスをなくしていけば、はい、さらに、いい戦いができるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、フットボールはいろんな条件でやるんですけども、はい、やはりその自分たちのプレーがどれだけしっかりと、ね、練習してきたプレーができるかというところが一番だと思いますので、はい、まだ春のシーズンのまだ序盤戦ですのでね、そうですね、はい、今までのまずは自分たちの力をどん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 こう試すような形のプレーに、ね、期待したいと思います。はい、ありがとうございます。お言葉の通りですね、本当に見応えある戦いを演じてくれております。とてもこれが両校の春の開幕戦と思えない、非常に見応えある、そして研ぎ澄まされたプレーが散見する前半戦でした。さあ一旦ここで試合はハーフタイムとなりまして幕開けの時間ができます。この間に両チームこの後半の打開策を見出す作戦に入ります。